はい、皆さん、こんにちは。講師の森田隆二です。それではですね、ただいまより不動産鑑定試験2024分野別過去問解析プラスアルファ当連経済学第3回目の講義を開始いたします。どうかよろしくお願いいたします。 はい。えー、本日ですね、第3回目になりますけども、まあ、本日はですね、まずミクロ経済学の問題1ということで、まあ、今年ですね、え、2023年度の本試験の問題をですね、まず簡単にですね、えー、使って解説をさせていただくということと、それからま、次の時間ですね、えー、皆さんに答案練習会ということで実際手を動かして解いていただくということなんですけど、まあ、多少ちょっと難しい問題なんですね、今回のはですね。で、まあ、その後ですね、 まあどういうふうに解けばいいのかという解き方なんかもですね、えー、ちょっとお話できたらなというふうに思っております。でもですね、早速なんですけども、えー、っと、もう今年の問題ですねあの、ぜひ皆さんね、今年の問題はですね、えー、確認していただければと思いますね、確認というのは何かというと、 うーん書簡というのをですね、えー、取ったんですよね、えー、書簡というのを、まあ、取りまして、それをなんかこう、試験の終わった日ですか、3日目に配信したというのが1本ありまして、でそれからあの水道橋でね、えー、金曜日ですね、えー、切るというのをやっておりますんで、その2本ですね、まあ、大した時間がかかりませんので、まあ、見ていただ、まあ最悪切るでもいいのかなという、まあ、大変申し訳ないことに、私ちょっと喉を痛めてしまいましてですね、あのー、もう本当に聞きづらい。<laughs> まあ、今もちょっとま 調子悪いんですけども聞きづらいところはあろうかと思いますけどご,ご了解いただければと思いますがあの私がお話したいエッセンスはですね、まあ、既にお話し済みということなんで、えー、より何て言うんですか、うん、具体的な解き方をですね、まあ、本日はちょっと過去も使ってですねお話しさせていただければと思いますけど方向性等はですね、まあ、そちらの方ですで、まあ、に確認してほしいかなというふうに思いますね。 ただね、少しやっぱり喋ってると話したくなりますね。今日結構盛りだくさんだから、あんまりですね、うんまあ無駄話っていうかね、あの、本主家のことはもう所管等で話したんで言えないかなっていうふうに思ったんですけど、ちょっとやっぱ問題をね、目の当たりにするとで,ですね、少し喋りたくなるっていうのが、えー、人情っていう感じで、ちょっと少しだけお話しさせていただきますと、まあ生産者の理論ですね、見てビビった方結構いらっしゃったと思うんですよね。私も何度か申し上げてましたけど、平成を通して1回も出てないということなんですよね。ただ私の、 試験対策講座でも、論文実践討論でも、あるいは総ざらいでも、まあ、直前期にもね、言わせていただいているところは、やっぱり生産者の理論あっての経済学なんですよ。えー、消費者の理論があるから、家計の理論があるから、需要曲線というのが出てくるわけですよね。えー、供給、生産者の理論、企業の理論があるから、供給曲線というのが出てくるわけですね。財、まあ、市場で見た場合ね。えー、資金市場で見た場合は、 企業の理論があるから資金需要曲線が出てくるわけですよ。ね。えー、あるいはうん、そうですね。えー、生産者の理論があるからうん、労働需要曲線っていうのが出てくるわけなんですよね。だから、あの、生産者の理論っていうのは、経済学を通してですね、もう土台中の土台。えー、家計と企業、家計の理論と企業の理論っていうのが土台中の土台なんですよね。なので、 あの、皆さんね、えー、そういったあ、その土台ということですから、まあ、そこがですね、ゆらゆらしてると結局いい答案書けないんですよ。あのー、要は、持論展開したとしても誤って持論展開してしまうっていうね、えー、ことになってしまってですね、まあ、だから、あの、この間ツイッターにも書いたんですけども、あの、持論展開するっていうことをね、よく言われる方がいらっしゃるんですけど、やっぱりね、基本ができてないと結局ね、間違い展開してるだけなんですよね。だからきちっとですね、基本の部分は特に 抑えるそののの基本の部分が生産者の理論なんですよなので皆さんはきあのしっかりとねその辺ですね、えー、掴んでいただきたいと基本の部分をねだから私は、えー、何度も申し上げてるんですけど生産者の理論が出て良かったっていう風に思ってるんですよこれが出なかったらですねやっぱりあじゃあどうせ出ないんだからっていううになっちゃうじゃないですかそれが人情ですよねそれも分かんなくらな,ない、ね、えー、我々にはあの時間制約がある、ね、予算の制約があるように我々には時間の制約もあるわけだから ね、森田隆二はやれって言ってるけど出ないんだったらやりたくないですそれは非常によく分かるだけど今回出たわけですからもう皆さん油断できないわけですよで何度も申し上げてますけどゲーム理論2年連続出てますからね,ね会計額2021年に出た棚卸資産出てますからねですから何が言いたいのかというと去年出たからやりませんというのはなしですよ ねえー、生産者の理論、今回は費用最小化ですよ、だから理順最大化の普通のねあの超過理順、ここの面積ですよとかそういった問題出るかもしれないじゃないですか、だから私の論文実践討連では、まさにこの費用最小化の問題って、もう適中の適中なんですよ、費用最小化、論文実践討連第2回出してたんですよ。だ,だけど 計算問題じゃなかったんね計算問題はね、超過利順とか、そっちの方だやっちゃったんですよ、あのーえー。生産者の理論、論文実践とれの第2回目でやったんですけど、論述の方が費用最小化、ね、そして計算問題のほうが利順最大化の問題を出,さん出したんですよね。で、まあ、何度も申し上げて恐縮なんですけども、あのー、やっぱり意図としてはですね、まあ、今回、具体的に見ていきますけど、雇用最大化のね、 計算問題っていうのは散々やってるんですよ。総ざらいでもどこでもね、的中でもやりましたし、散々やってるんですよ。ね、だから紅用最大化が分かってれば、ぶっちゃけ費用最小化も数式組み立てられること可能なんですよね。えー、だから効用を最大化するっていうのと、ね、費用を最小化するっていうのは結局あの、絵が一緒になるじゃないですか。費用最小化のね、うん、グラフを確認していただければ分かりますよね。だから結局まあ 雇用最大化が分かっていれば、費用最小化も計算問題解けるっていう意図もありましてですね、うん、だったら理順最大化の計算問題出した方があいいかなっていう意図があったんですよね。まあ、お前、家負けしてんじゃねえっていうふうに怒られちゃうかもしれませんけど、そういう意図があったということで、まあ今、具体的に解いていきましょうね。で、えっと とですね規模に関して収穫一定ですね規模に関して収穫一定いうのは生産要素を投入してですね、まあ、今回、生産するわけですよね、小豚グラス型の生産関数が与えられてますけど規模に関する収穫一定っいうのは生産要素を2倍にしたら生産量も2倍になりますよと。 生産量、えー、生産要素を3倍に増やしたら、生産要素っていうのは労働と資本ですよ。資本っていうのは設備ですよ。ねえー、生産要素を2倍に増やしたら、つまり労働を2倍、えー、資本も2倍に増やしたら生産量も2倍になりますよ。と。これが収穫一定なんですよ。3倍にそれぞれ増やしたら生産量も3倍になる。これが収穫一定なんですよね。それを数式で示せると。 で収穫一定もこれ的中してますよね、私はあの実は2023という年は、ですね経済成長が危ないというふうに思ってたんですよ、でどうして経済成長が危ないのかというと、えー、小松先生、初年度ですね、短期のモデル出されたわけですよね、えー、1年目、2年目、短期のモデル出されたと、で去年ですね、同学的総供給関数ということで、中期を出されたということで、短期、短期、中期ということですから、長期の経済成長が危ないのかなというふうに私は が思いいました。ただから経済成長を狙ってたっててうのが1点ですね。それからずっと閉鎖経済で来たから、だから開放経済かなっていうことで、開放経済も狙ってたということで、だからその日本がね、開放経済、マンデルフレーミングモデルですね、開放経済と経済成長が私の本命だったわけなんですよね、ま開、あ、放経済の方が当たりましたということで、まあそれはあの第6回目、第5回目ですかね、やらせていただきますけれども。 あのー、で、それで、ね、何が言いたかったのかというと、経済成長のところで、あれってコブダグラス、言えてないですね、コブダグラス型のです、ね、生産関数使いますから、あのー、収穫一定なんですよで、収穫一定の説明をですねそこで <laughs> 書いておきましたんで、まあ、<laughs> 少なくとも説明ぐらいはちょっとできてる方が多かったのかなっていう印象がありますね、ただ、ちょっと数式の展開は難しかったっていうか言われる方が多いんですけども、まあ、こんな風に展開してほしい。 ねコブダグラス型の生産関数ですけども、えー、収穫一定というのは何かなというと先ほど申し上げましたように生産要素がありますね K と L、ね、これを2倍に増やします2倍に増やすと Y 生産量も2倍に増えるこれが収穫一定ですねアルファ倍 A, A 倍というふうにやっちゃいましたけどこれアルファああの問題文だったらアルファだったですか、えー、ど,っちど,どっちでしたっけ A, A 倍というふうにやっちゃいましたけど あ別に A とか α とか関係ないですか。えー、ごめんなさい。えっ、ー、と、えー、生産要素の投入量を A 倍したらですね、生産量も A 倍になるっていうのが、規模に関する収穫一定ということなんですけども、なら K をですね、A 倍したんですね。L を A 倍したんで,す、ね、で、すねこれで式展開していきますよ。で、まあ、それぞれ2分の1乗じゃないですか。ね、これ思い出してくださいよ。これね、もうこのですね、まあ、散々私のね、総ざらいとか、あるいは、申し訳ないですけど、私のね、えー、来年受験しますっていう方はね、申し訳ないですけど、私のあの、計算の極意をね、買っていただければと思いますね。宣伝になっちゃいますけど、計算の極意の、えー、をやっていただければ、費用最小化の問題、ドンピシャリ出てますから、五題ですね、生産、生産者の理論、企業の理論、 から出してるんですけども、あのドンピシャリ費用最小化が出てますから。だからこの間ね。あのキルをやりましたけど水道橋で切るやった後に質問会っていうのをやるんですけど、それであの何ですか？ あ受験された方がですね先生的中してましたねみたいなね計算の極意に乗ってたじゃないですかみたいなね計算の極意もあのテキストとして指定した方がいいんじゃないですかみたいなあのご助言もいただきましたけどもあのだからまあちょっとねあのお前の買いたくないという、ね、方もいらっしゃるとは思いますけど結構あそこからも出てましてですね。なので、まあ、補助教材として えー、使っていただければなというふうに思いますけど、まあ別に、まああの、ど、どっちでも全然構いませんけど、えー、出てましたよということをちょっと報告させていただきますが、そこでもね、散々やってるんですよね、この計算問題ね。で、えっと、多分ね、まあこんなこと言ったらお前言い過ぎなんじゃないかっていうふうに思われるかもしれませんけど、日本一計算過程が丁寧だと私は思いますね。だからもう本当にね、出版社の方に本当に <laughs>、あの、すごくご協力いただいてですね、あの、私が、でしかも、 やっぱこの数式の展開こっちの方がいいですねとかでちょろちょろあのなんかこう注文つけるもんですから先生、もうあの現場は疲弊しておりますみたいな現場からため息が漏れておりますみたいなこと言われてですねあすいません、あのここだけ修正してくださいみたいなね何度も何度もやって。すごいあのう、ま あいつ嫌だっていうふうに思われてるんですけど。まあ、つまり何が言いたいのかってうと、多分、あそこまで丁寧に計算を示している、問題集っていうのは、この世の中に存在しないと思いますんで、だから計算の苦手な方こそですね、見ていただければと思いますね。微分から、初めから説明しておりますのでねで。当然、相座例でもこれやってますけど、まあ、この問題なんかも <laughs>、あの、入れております。で、えっと、だからこれ分かってれば、あの、簡単に解けますよ、これね。えっと、だから、X の A 乗を B 乗したものっていうのは、 数同士の掛け算で表現できますから、ねえー、あこれ使うまでもないですねだからこ,こ,のおこれの AK の二分の一乗っていうのは A も二分の一乗してあげて K も二分の一乗するっていうことですね,ですかね、えー、これ別に使うまでもなかったですね、えー こう a k の二分の一乗というのは a の二分の一乗と k の二分の一乗を表しております。でこれも同じです。であとはえっ、ー、と掛け算ってあの順番を入れ替えることができますよね。掛け算足し算っては、えー、覚えてますかね。小学校かなんかでやるんですけどもね二かける三ね三かける二にしてもいいですよね。掛け算っていうのは順番入れ替えでもいいんですよ。 ね、足し算もそうです。2+3、5になりますけど、3+2、同じく5になりますよね。掛け算と足し算というのは、順番に入れ替えることが可能であるということで、だから、A を順番に入れ替えて前に持ってきたんですよ。この A の2分の1 2を前に持ってきたんですよね。ですから、だから、足し算、掛け算だけですよ。ね、前後入れ替えることができるのは。ね、あの引き算でやったら違いますよ。ね、えー3えーえー 3-2とね、ス二と2-3で違うじゃないですか。 3ス2と2ス3で違いますよねですから、えー、引き算で入れ替えたらダメ割り算も当然ダメ掛け算と足し算だったら入れ替え OK ということでこういうだから計算ねあのちゃんと一個一個ね <coughs> あの小学校でやってるところですけどもそういったところも思い出してぜひいただきたいなということですよねだからこの a の2分の1をこう前に、ね、前後入れ替えて前に持ってきてで a の2分の1乗かける a の2分の1乗ですからこれ使うんですよ、ね、指数同士の足し算ですよねで2分の1 1>, 分の1っていうのは1じゃないいですか1っていうのは通常明示しないじゃないですか。で a の、ね、k の2分の1一乗 l の二分の1乗っていうのはそもそも k の二分の1乗 l の二分の1乗っていうのは y なんだから、ね、これを y に書き換えて A, の a かける Y ですよね,つま,りねつまり何が言いたいのかっいうと生産要素を a 倍したら、ね、y も a 倍になりますよと。 ね、これが規模の収穫、えー、規模に関する収穫一定を示したってことなんですよ。ね、生産要素2倍にしました、えー、生産要素を A 倍しましたよねと。そしたら Y も A 倍になってますよねっていうことで、ねえー、規模のに関して収穫一定をですね、証明したっていうことになるわけですよね。いいですか、えー、この証明の仕方ですね、押さえておいていただければと思います。 で、それからですね、今度丸2番、え K、ー、が16で固定されているということで、まあ私はこれサービス問題かと思いましたね。 あの本当に、うん、玉田先生のこのね、えー、作られた問題ということであの昨年より難しくなってますよねあの微分させたりもありますからあだけどやっぱりこう玉田先生やっぱり点を取らせようっていう意識がですね、えー、終わりだったのかなっていうのが特に丸二番でですね、えー、丸二番っていうのは本当に、えー、点を取らせる問題ですよね例えばうんとこれですかえー、ちょっと待って。

あれですね。横軸に L を取りますよね。で、縦軸に、まあ、資本設備 K を取るというのが通常の方なんですよね。で、投了曲線がありますね。投了曲線というのは生産における無差別曲線というふうにも言われましてですね、原点ゼロに対して、都図型を描くということで、無差別曲線と同じ形になるわけですよね。で、今回、ね、生産量が36ですよと。ね、生産量が36ですよっていうふうになっていて、で、資本がですね、まあ、K0 っていうふうに言いましたけど、資本が16だと。 16の設備を投じてですね Y36 を実現できるような L0 を求めなさいと、ね、いうことを言ってるんですよだからね、えー、簡単じゃないですか生産関数のところに、ね、36代大事にするんですよ生産関数の Y のところに36代入にするんですよなんでですか、ね、生産量36を実現したいんですよこれが目標なんですよ ね、K のところに16代入するんですよなんでですかね設備が16の下で生産量36実現したいんですよ設備が16の下で生産量36を実現したいんだからね設備が16なんだから16代入すればいいんですよ、ね、であとは L について解けばいいんですよ K が16の下で生産量が36実現できるような L を求めるということで L について解けばいいじゃないですか で難しくないですよね。で、K のところ16代入してあげて、で、16っていうのは、まあ、4の2乗ですよね。四四16ですから。だから、これさっきの、あの、指数のね、<laughs> さっきの、これ使ってあげて、でこういうのを使わなあと忘れちゃいますから、どんどん使ってくださいね。えー、使ってあげて、で、この指数同士の掛け算ですよね。えー、そうすると、4の1乗になって、ねえー、っと、 えー、これが三十六ですからね。ちょっと書いておきましょうか。えー、これが三十六ですからね。三十六イコール四のエルの二分の一乗ですから、両辺を四分の一で割って両辺を四、えー、で割ってあげるとエルの二分の一乗イコール九になりますよね。えー、であとはえー、っとこれ、うん、<laughs> 両辺に二乗してあげれば。 L, L になるじゃないですかだから81ということでまあこのですね生産量36を実現したい K が16ですよであれば L はいくつですかっていうことで生産関数に36と16を代入して結果 L は81になりますよということですね簡単ですよねそして費用も求めなさいということですねで費用というのは、えー、と総費用ですねダブルというのが今回10だったんですよね えー、ダブルというのは労働力につけられてる値段であると。で、R というのは資本につけられてる値段であるということで、どちらも10であると。で、L が81で、K が16なんだから、それぞれ代入してあげて、970というふうになろうかと思いますよね。よろしいですかね。えー、きちんとこの辺はですね、あのー、解けてほしいところであるということですよね。きちんと皆さんは、あの、私の講義では合格基礎でももちろんやってます。費用最初化。基本中の基本だから。 で基本中の基本です。生産関数の中でもね。ああの生産者の理論の中でもね。この費用最小化っていうのはね。なので、あのー、ここはもうやってるところですよ。で、かつ論文実践でもやりましたよ。 ね、でごあの私の計算の極意やられてる方、実は多いんですけど、えー、計算の極意やってる方も出たじゃないですかっていうふうにねあの、言われておりましたけども、だから本当にあの生産者の理論って、やっぱり舐めてほしくなかった、だから私は試験員対策講座でも3行か4行割り当てて、ですねそんなごちゃごちゃ書いてんじゃねえっていうふうなお叱りもあるんですけども、えー、わざわざ書いて、それはどうしてかっていうと、やっぱり生産者の理論の理解ができてないと、やっぱりばれますよ。 本試験の先生、出題者の先生というのはプロ中のプロですからね。あ、分かってないなと、ね。分かってない人を合格させたくないんですよ。当たり前じゃないですか。分かってない人を、きちっと勉強した人を合格させたいわけですよね。分かってない人を合格させたいなんて思うわけないわけですから、えー、やっぱ生産者の理論が欠けてるとですね、大切なピースが欠けてるってことなんだから、分かってないっていう答案になるわけですよ。例えば、えー 不完全競争市場の中でも、独占的競争市場ですね。独占的競争市場で、あの、げえー、平均費用曲線出てきます。限界費用曲線も出てきます。ね。よくある間違い。平均費用曲線の最低点を MC が通過してない。それはもう間違いですよ。それはもう全然ダメですよ。基本中の基本が分かってないから。平均費用曲線の最低点を MC が突き抜けるじゃないですか。それを分かってないんだったら、やっぱり基本中の基本ができてないっていうことで、独占的競争市場で、あーだこうだ語っても、基本が分かってない。 そんなな方は申し訳いいけど、合格させたらまずいですよね。基本分かってないんだからなのでやっぱり生産者の理論というのはいろんなところのベースになってますから独占的競争史上生産者の理論関係ないっていうふうにお思いの方いらっしゃるかもしれませんけど平均費用曲線が出てきてる限界費用曲線が出てきてるそこでバレちゃうんですよバレたら点数くれませんよだって基本中の基本分かってないんだから ね、なので生産者の理論を舐めちゃいけないってことは私は常々申し上げていたつもりなんですけどもやっぱり本試験で出ればねあやっぱりやらなければいけないんだなっていう気持ちに、ね、いやそれはもうあのその気持ち自体は私は否定してるわけじゃありませんよ私も同じ受験生の立場だったらあいつはああいうふうに言うけど俺には1年間しか時間がないんだからどうせ平成の間通して出てないんだから令和も出ないでしょっていう風に私でも思,思いますよ、ね、私でももちろん思いますんでその気持ちは別に責めてるわけじゃないだけどもやっぱり生産者 私の色をやってほしいっていう気持ちは同様にしてあの同時に持ってましてね、で今回出たということで、ですねやっぱり避けられないなっていうふうに <laughs> 受験生の方はね、えー、認識を改めたかと思いますんでね、ねあの良かったなぁというふうに私は思ってるんですけどね。<laughs> であととはえっと <laughs> 本当の費用最小化ですよね。今のは K が一定の場合ですよね。だから短期を想定してるんですよ。短期では設備一定じゃないですか。で、中長期になると、まあ、設備の量を変動できるっていうことで、だから今度は長期の話っていう風に考えてもいいのかなっていうことですね。だから、設備と資本を選ぶと。 費用最小化を実現するような設備と資本を選ぶということで、まあ、長期的な視点に立ったお話とこういうふうになりますよねまさにこの費用最小化のお話なんですけどねでねお前費用最小化条件ね、うん、MRTS イコール R 分の W っていうのはやってるかもしれないから MRTS って分かんねえんだよとどういうふうに計算すればいいか分かんないんだよとお前のせいでできなかったじゃないかっていうふうにあのお叱り受けるかもしれませんけど考えてほしいんですよ皆さんは MRS は知ってるじゃないですか 皆さんは MRS は知って,る MR っていうのは、えー、横軸に X 財の消費量を取って縦軸に Y 財の消費量を取るならばね MRS っていうのは Y 財の縦軸の方に来ている Y 財の限界公用分の X 財の限界公用で MRS は表現できますよね。ねつまり <laughs> 無差別曲線の接線の傾きの絶対値マイナスを無視した値っていうのは縦軸の方の変数のね えー、で、あのー、公用感想を微分したもの分の横軸の方の変数である x で、えー、公用感想を微分したもので無差別曲線の、えー、傾きの絶対値を表現できたじゃないですかねで今回等量曲線ですよ等量曲線って何ですか先ほど申し上げましたけど等量曲線っていうのは何かっていうと生産における無差別曲線ですよ 生産における無活性差別曲線なんだから、縦軸の方の変数、つまり K で生産関数を微分してあげたものが分母に来て、そして横軸の方の L で生産関数を、で、横軸の方の KL で生産関数を微分したものを分子に持ってくってっていうので、MRTS が出てくるんじゃないですか。これですよ。 え、これはあの、X 罪の消費量、Y 材の消費量で、あの、公用最大化で、MRS イコール PY 分の PX 公用最大化条件ですよね。で、MRS っていうのは、このね、縦軸の Y で公用関数を微分してあげた、Y 材の限界公用分の X 材の限界公用ですよね。だから同じじゃないですか、これも。ね、横軸が L、縦軸が K なんだから、で、生産関数があって、同じくやっぱ考えるわけですよ。ね。え、ねえ、 縦軸の方で微分分したやつが分母に来る。だからこちらも縦軸の方で微分したものつまりねえー、資本でえ生産関数を微分した資本の限界生産力これが分母に来る、ね、で限界代体率横軸の方で微分したやつが分子に来るだから同じく横軸の方で微分したやつが分子に来る横軸って L ですよだから L で生産関数を微分したものが分子に来てということですよね。いいですかこれが費用最小化条件ですよ。 費用最小化条件、計算やってません、じゃあダメなんです、ね、効用最大化条件、これ、散々やってきてるじゃないですか、Y 罪の限界公用、分野 X 罪の限界公用、これ、知らないとは申し訳ないですけど、言わせないですよ、もう適中でもやりました、総ざらいでもやりました、もう散々やってるじゃないですか、ね、なので、あのー、きちっと分かってれば、ね、きちっと分かってれば、できちゃうということですよね。<laughs> ですかね、だから、やっぱりこの応用力、理,理解が浅いと、応用できない。 だだって浅いんだから、ね、理解が深くないと応用できないだから理解を深めてほしいんですよ、ね、理解を深めればつながりますからね,ね生産者の文脈でもねっだからもう理解がちゃんとできてればああじゃあ,あの同じように限界代替率ね技術的限界代替率っていうのが限界代替率に対応してんだから限界代替率どういうふうに求めたのかな あじゃあ技術的にって限界大体同じように求めようでいけちゃうじゃないですか、ね、だから1つのことをしっかりと理解しておけばつながるんですよね応用が効くんですよねだから応用が効かないっていうことはやっぱり理解が浅いというふうになるのかなっていうふうに私はあの考えてしまうんですけどもあのどうでしょうかねだからねよくね合格者の方に言われ,言あの言われますよあの飲んでるときとかね何ですかね経済学って覚えることありましたっけみたいなね ま、確かにあるんですよ。それは何かっ言うと、先ほどのね、投了曲線で言えば、横軸に L が来る、縦軸に K が来る、これは基本に、基本的に多くの経済学者がそれで使っております。ね。需要曲線、縦軸に P を取って、横軸に需要量とか数量を取ってる。これも多くの経済学者が使っております。だからそれは関連に乗っ取る。つまり、暗記しなければいけないですよね。縦軸に何が来たかな、横軸に何が来たかなって。だけど、あとは理屈で大体いけるんですよ。だから合格者の方は、なんか経済学って覚えることありましたっけっていうふうによく言われるんですけど、その通りなんですよね。 だからそうなった方は簡単に合格されると、ね。逆にそうじゃない方はやっぱりもう少し勉強する必要があるのかなというふうにごめんなさい僭越ながら私はあ思っているということでありますけどね。では ちょっとなんかあの,今年の本試験になっちゃうとあのエキサイトしてくるんですけど、ね、あの今日あの3本取りですからね次に2本あってで昨日は合格基礎講座でもう5時間半とか6時間ぐらい喋ってるわけですよねあの水道橋であったり、ね、なんかもうだからあのセーブしなきゃってあの今日3本あって、ね、あの今日でプラスアルファトレーレンちょっと終わりなんですけど、えー、1本目ね、あちょっと今日セーブしないと。 残り、えー、今日3本あるから持つかなっていうふうに思ってたんですけどなんかやっぱダメですね今年3本目にこれ取ればよかったですねあの今年の本試験ってなんかやっぱりこうエキサイトしてくるっていうかね皆さんもエキサイトする、ね、それは当たり前ですよね合格が、うん、目の前にあるからだけど私たち講師もね皆さんと同じ気持ちで勝負してんですよあの当てようっていうふうに思ってますしね合格してほしいっていうふうに思ってますしねだから私なんかもやっぱり今年の本試験見るとですねなんかこう なんでうんファイティングスピリッツに火がつくっていうんですか。だからどうしても、喉、えー、がの調子が悪いのにね、で、大きく苦しいなと,というのを分かってるつもりなんですけども、なんかこう、えー、エキサイトして喋っちゃうんですけどね。では、えー、っとちょっと戻りますけども、えー、っと、だから、 えー、縦軸の方の K でですね、生産関数を微分しますよ。えー、これが MPK と言われるもので、うん資本の限界生産力ですね。<laughs> で、えー、っと、K で微分するということで、二分の一 k の頭、あの、えー、K のですね、肩にくっついてる2分の1が前に出てきて掛け算し、肩の数字1個を減らす。これが微分ということですよね。で、マイナス、これ、通分してあげてマイナス2分の2ですよね。だから、指数がマイナス2分の1になるんですよね。で、同じく L で微分してあげたものが、 このようになると。いうことですよよねこのうになるとであとは MRTS っていうのは、えー、縦軸の方の、えー、縦軸の方の変数で生産関数を微分してあげた MPK が分母に来て横軸の方の変数 L で生産関数を微分したものが分子に来るということですよね。で MPK がこちらだったですよね。で MPL がええー。 これだったですよね <laughs> であとは二分の一で約分してあげてこれ覚えてますか皆さんでこんなのもあの総ざらいでやっておりますし私の計算の極意でもやっておりますけれども指数にマイナスが来た場合は分子にあるんだったらそれ指数のマイナスを取って分母に移動するんですよね指数にマイナスがくっついてるのが分母にあるんだったらマイナス取っ払って分子に移動するんですよねだから同じようにマイナスこれくっついてるからマイナス取って分,母に分子に分母から移動するこちらもマイナスくっついてるからマイナス取って分子から分母に移動するとでそうすると 先ほどの指数同士のね 足し算で表現できますよね。で一乗だから一乗は明示しないんで L 分の K というふうになりますよね。だから限界代替率っていうのは L 分の K になりますよね。で費用最小化条件はこれで組み立てることができてげあの技術的限界代替率 MRTS というのは今求めましたけど L 分の K であると R 分のダブルというのは生産要素価格比生産要素の相対価格 R 分のダブルともに10ということでありますから1010 10というふうに代入してあげてそうすると費用を 最小化条件が K イコー,レールであるとで生産関数あの考えていただいてね目標とする生産量が36なんです目標とする生産量が36ですから Y のところ36代入してあげてね えー、この費用最小化条件と目標とする36を実現するような生産関数が成り立つこの2本の式が成り立つような L と K を求めるということですからこの2本の式からなるです、ね、連立方程式を解けばいいということで二、えー、式の L のところに K を代入してって解きますと36になりますよとで K と L はイコールなんだから L も36になりますよということでうんっと、えー 30ともに36ですねともに36とともに36とであとは費用ですよね、えー、あのこの L と K のところに投入して7 2 2になるのかなということでありますであとはあー 過去の2番ですね。外部経済ということで、まあ、外部不経済は私は今年の大本命ということで、えー、不完全競争市場、伏線市場と、それから外部不、えー、不経済、まあ、外部性ですね、えー、を狙っていたということなんですけども、まさに適中ということなんですけども、適、まあ、中と言いながらも、ただちょっとねうーん、本質的には、これ何度も申し上げたんですけど、本質的には外部性の主体。 だけどもあの、テクニカルには公用最大化の問題ですよね、微分してイコールゼロっていうのを知っていれば、私のうーん的中遭恋って、維、え、持、ー、転換の最適消費やったじゃないですか、維持転換の最適消費でやったら難しかったと思うんですけどもあの、微分してイコールゼロでも解けるんですよと、つまり何々最大化とか、あるいは何々最小化っていうのは、微分してイコールゼロが成り立ってるんですよと、最大化ってね、あのこれですよ。 ね、最大化ってこう山なんですよ山のてっぺんなんですよね最大化っていうのは山のてっぺんを求めるということねで山のてっぺんっていうのは平らになってんですよ山ののててっっぺんっていうのは平らになってんですよ平というのは傾きがゼロということつまり微分してイコールゼロということつまり山のてっぺんでは平らになってるつまり微分したらイコールゼロが成り立ってるってことなんですよだから逆に言えばね山のてっぺんにないんだったら微分してイコールゼロじゃないのでこの辺ね 別に皆さん書かなくていいですけどここの,点この辺の点っていうのは山のてっぺんじゃないですよね。でここっていうのは傾きゼロじゃないですよね。だから山のてっぺんで、ね、最大化してる山のてっぺんというのは傾きがゼロになってるだから微分あのやあの紅葉が最大何々最大化っていうのはうん微分してイコールゼロを解けばいいということね逆にさっきの最小化なんですけど最小化っていうのはこうですよ。ね、この谷底なんですよ谷底っていうのもやっぱり微分してイコールゼロなんですよ。ね 山のてっぺんも谷底もどっちもね底の部分あるいは頂点の部分っていうのはもう平らになってるんですよだから傾きを求めて、えー、平らになってるっていうことはイコールゼロとこういうことになるわけですよねですからねまあこれはあのこういうえっ、ー、と何でしたっけ適、えー、中の1回目かな敵中の1回目で私がお話しさせていただいたところだと思いますけどもあの覚えておいていただくと <laughs> よろしいかと思いますね では、公、えっと、用関数が <laughs> 与えられておりますんで、えー、微分しますよと、ね、公、えー、用関数ね、これが公用関数、こういう、ね、あ,の <laughs> ありましてで、微分しますよと、ね微すねえー、微分して、ですね微そして、ないない最大化というのはイコール、微分したものをイコール0と置くわけですから、あ今回、4になると。 それから同じくこれも微分して微分したものを何イコール0と置いて最大化問題を解くと。でね あの、カッコの、ごめんなさい、丸2番か。カッコの2の丸2番ね。二つの家の、あの、お見せしてもいいんですけど、なんかやたらこのレックのね、プリンターの調子が、ああ皆さん画面だとあんまわかんないかもしれませんけど、なんかこう、なんかこう、薄汚れてるんですよね。家のインクの粉の状況が悪いらしくてね。すいませんね。で、ちょっと二つの家の、えー、住民の、えー、住民が話し合うことで、紅葉の合計を最大化するように、音楽鑑賞時間を、えー、決めることにしたと。ね 用の合計を最大化するこれもヒントだらけじゃないですかねこんな問題知らんという方が多かったと思いますだけど問題文読んでくださいよ紅葉の合計を最大化するね A さんの紅用 B さんの紅用2つあるんですよ合計するんですよそれを最大化するねだからもうサービス問題ですよね書いてくれてんじゃないですか 広用の合計をしましょうね。最大化問題解きましょうね。微分してイコールゼロ解いてくださいってだけですよ。ね。なのでやっぱりあのー、本当に何ですかね。やっぱりこうちょっとずらす。まあ、つまり、えー、典型的な問題からちょっとずらすっていうのはありますね。 えー、こういう問題、なかなか、き、あのーまあ、今日ね、あの皆さんにこの後の時間解いていただく、うーん、コースの定理の問題ね <laughs>、まあ、私の計算の極意の方にも似たような問題あるんですけど、そっちの方はより典型的な問題です、えー、だけどやっぱりこういうあの、ちょっとひねるっていうところをね、それは鑑定試験ですから、ね、やっぱ鑑定試験っていうのは、不動産の最高峰の資格ですよね。 えー、参入障壁が非常に高いと、だって独占業務ですから、ねえー、30時間やそこらで受かる資格じゃないんですよ。 つまり何千時間もかけて合格する資格なんですよねだからやっぱりうん知ってる問題だけ出すっていうのはやっぱりしてこないとで昨年はちょっとどっちかというと優しめの問題だったということで、えー、その玉田先生も採点されててですねきっと大思いになったのがあもう少し難しくてもこれ鑑定試験いけるなとやっぱりうん。 難関の国家資格の一つであろうということで、えー、じゃあこういうあまり問題集とかに載ってないような問題だけど読めばわかるよねと。ね 解いてくださいいいととそううう意味合いだったと思うんですよね,ですか,ねだから、やっぱり、うん、問題の読解力、現場思考力って私は言っちゃったりするんですけど、まあ、多くの国家試験は、まあ、私もいろんな国家試験ちょっと携わるんですけどね、えー、中小企業診断士の方でもね、やっぱりこう、現場思考力っていうのがあ、暗記だけじゃないっていうのが結構あっちの方でも言われてるんですけど、よりこちらの方が顕著かなと。で、やっぱり経済学っていうのは最後の取りなんじゃないですか、ね、きちんとロジック、論理的な思考をするね。 簡単な仕事じゃないじゃないですか、鑑定評価っていうのは、私は知りませんけど、やったことないから、やったことがないのに語ってんじゃねえって、もうよく怒られる、お叱り受けるんですけどね、何ですかあの、えっと、教えてチューターとかでも、あのえー、あのなんか知らないくせに言ってんじゃねみたいな、何年か前、なんかその、 言われたこともあるんですけどで、まあ、だからあんまり言うべきじゃないのかもしれないんですけどでもやっぱりなんか鑑定評価とかなんかそういうのまあ,あのはためから見てるとやっぱり難しい仕事だと思うんですよねその時にやっぱり論理的な思考これを発揮するべきであってで経済学っていい素材になるんじゃないですか、ね、なのでやっぱりあの玉田先生もですねんあんまりこういう問題見たことないよねとだけどここまで書いてあげて、ね、んだから解いてくださいねとそういうことなんですよね だから解いていただきたいということですよね。だからもうその通り解けばいいんですよ。<laughs> その通りね。だからね、紅葉の合計するんですよ。紅、ね、葉の合計、A さんと B さんの紅葉の合計をするんですよ。紅葉の合計をしますよと。紅、ね、葉の合計をしますよと。で、合計したやつをね、微分しますよと。ねで、 最大が問題ですから、微分したものをイコールゼロとして解きますよと。それだけの話です、ね。いいですかね。あの、別に私としては難しいところはないのかなというふうに思いますけれども、そのように解いていただければあよかったかなというふうに思いますね。では、あとコースの定理ですね。まあ、これは大丈夫かなというふうに思いますけれども、あの、二要件ですね。権利関係があってですね。 えっていうね、こえー、取引きがほぼゼロであると、まあ、その辺書いていただければあ十分だったかなということですねで。あともう一点申し上げておけば、本質的には、えー、外部税の話であるということを申し上げたのが、ここなんですよね。えー、っと、これえー、っと、例えば。 えー、ちょっとあの頭の中に入れておいていただきたいんですけど、短期記憶で構いませんけど、あの、交渉する前はね、交渉する前は A さんは4なんですよ。ね、で、交渉する前は B さんは6なんですよ。ね、で、交渉した結果、ね、交渉した結果、A さんは えーまあ、交渉というかね、えー、その、えー、合計した紅葉をもとに紅葉を最大化した結果なんですけど、まあ、これ交渉というふうに見ても構わないんですけども、えー、交渉した結果 A さんは3になるじゃないですか B さんは4になるじゃないですかつまり A さんは4だったのが3に1個減るわけですよね、えー、一方で B さんは、えー、6だったのが4に1個減るわけですよねつまり A さんは 交渉した結果ですね、数量減ってると。ここがポイントなんですよ。でこれどういうことかというと、外部不経済っていうのは、ね、外部不経済というのは何ですか過剰生産が起こって、鹿銃が発生するということなんですよね。過剰生産、過剰供給が起こると、ね。外部経済はむしろ逆で、過剰供給、過剰生産になるわけですよね。だから、ね、あのー、二人の公用を足し合わせて、 雇用最大化するっていうことは、全体を見て雇用最大化するっていうことですね。で、全体を見通して雇用最大化した方が適正なですね、うん、数量になるということ。逆に言えば、ね、えー、バラバラにやっちゃうと、外部不経済で、が生じている時っていうのは過剰供給になっちゃうんですよ。だから、こう、バラバラにしている方が供給量が多くて、ね。 2、えー、人の雇用を合算した方がねえー、供給量が少なくてっていうことでその外部不経済がバンバン出てて放置してる時っていうのは供給量が過剰になってるじゃないですかだからその本質部分もちゃんとねあのー、あ確かにそうなってんなとだから私がこれ問題を解くのであればですね「丸2番」「丸1番」と「丸2番」解きますねで 丸2番の方が数量が少なくなってないと、これ計算間違いしてるぞっていうふうに私だったら思いますね。丸1番っていうのは放置してる。つまり過剰生産になってるはずだと。で、丸2番というのは合算した紅葉で最大化してるわけですから、えー、よりですね、うん、何、えー、ですか、あのー、 お互いが自分のことだけをねお互いが自分のことだけを考えた紅葉最大化じゃなくて2人の合算した紅葉最大化ですから過剰供給が抑制されてるんですよ、丸二番の方がねだから丸二番の方が数量が少ないはずであるということを私だったら思いますからあの計算した結果、少なくなってんなとあこれは間違いないんじゃないのかなっていうふうになるんですよねだからそういったところまで、まあ、突っ込んで分かっていただくとよろしいかと思いますね。<laughs> はい。えっ、ー、と、以上が、えっ、ー、と、問題1ですよね。で、あの、問題2の方ね、あの、少しちょっとだけお話しさせていただければと思いますけど、あの、問題2の方は、<laughs> えー、費用最小化のですね、論述問題を出させていただきました。ね、えー、計算問題もさっきのあれでも十分だと思いますんで、あの、あれをちょっと後ほど練習していただければと思います。で、で、過の2番で、あの、外部不経済の問題を出させていただいたんですけど、コースの定理なんかを使ったね、 お話まあ、定番のお話ですね、公務員試験とかでもよく出てくる、まあ、私の、えー、計算の極意でもお扱っているような問題なんですけども、でねあのー、理順関数とね、それから、えー、と損失関数っていうのが与えられてるんですよ、理順関数と損失関数っていうのを与え,られて,る与えてるんですけども、まず、えー、限界理順関数を求めなさいと。 限界創出関数を求めるんですね。これが丸一番、丸二番なんですよね。ですかね。利順関数が与えられている。で、利順関数って言うとなんか聞いたことないですねというふうに思われるかもしれませんけど、利順って何ですか収入マイナス費用ですよ。だから収入マイナス、収入関数と費用関数を一つで表現したのが利順関数ですよね。利順というのは収入マイナス費用なんだから、収入マイナス費用、えー、を 収入関数と費用関数を収入関数マイナス費用関数で表現しているのが利順関数なんですよねで限界利順関数っていうのは何かと言うとやっぱり微分すすするんででよ限界,って限界って何ですか例えば限界代替率っていうのはビールもし1杯おかわりできるんだとしたらね芋焼酎を5杯諦めてもいいですよと自分はビール1杯おかわりさせてくれるんだったらもう芋焼酎5杯今日は諦めてもいいですよと。 あ、じゃあ森田隆二、今の状況、限界代替率5ですね、っていうふうになるわけですよ。ね。え、あるいは、何ですかあ合格地蔵が、例えばね、うん、ビール一杯、あの、えー、なんだろう、彼だったら何があれなのかな、わかんないけど、例えば、唐揚げ1個お代わりさせてくれるんだとしたら、ビール2杯諦めてもいいですと。そうしたら、えー合格の、合格地蔵もですね、えー、唐揚げの限界代替率は2ですね、と。ね 唐揚げ1個お代わりできるんだったらビール2杯諦めてもいいんですかとあお地蔵様あ,あなたの限界代替率は唐揚げの限界代替率は2ですねというふうになるわけですよ、ね、だから限界代替率というのは何かなと1つ増やすと、ね、限,限界代替率は1杯お代わりすると1杯お代わりしたら、ね、もう一方の財ですねどれだけ諦めてもいいのかということを表しておりましてだから限界の本質的な意味っていうのは1個増やすという話なんですよねだから微分なんですよ 微分っていうのは一つ増やしたときにもう一方の変数変化する数がどう変化するのかっていうのを表してるわけでだから限界っていうふうに来てる来たらですね一 <laughs> つ増やすだから微分するっていうふうに数学的にはなるんですよねだからこの利潤関数損失関数を与えられてて限界利潤関数出しなさい限界損失関数出しなさいっていうふうに言われたんだったらああ微分すればいいっていうことですよ 数量で微分すればいいっていう話ですよねでそれからあの交渉前交渉後っていうことでねあのコースの定理を意識してるんですけども、まあ、交渉前っていうのは自分だけの理順最大化で考えるんですよねで先ほど申し上げましたように理順最大化とか紅用最大化っていうのは理順関数だとか紅用関数だとかこう放物線があって放物線の頂上がですね最大化なんですよ頂上って何ですか頂上っていうのは平らですよ 平っていうののは何でですすか接線の傾きがゼロですよだから微分してイコール0と置いて解けばいいという話ですよね。いいですかねで交渉したらということでここはちょっとね難しいところなんですけども、まあ、全部言っちゃうとですね答え言っちゃうってことになっちゃいますので、まあ、ここは、えーっとまあ、今のところまでである程度ちょっと解けるかなというふうに思いますんで <laughs>、まああのでそこまでちょっと考えていただくとよろしいかと思いますね。 はい、えー、それではですね、えー、ここでいったん休憩を取っていただきましてですねちょっと皆さん、お休みいただいて、まあ、休まずに、ね、俺はもうあ、えー、答案練習会入るぞでも全然構わないんですけど答案練習会の方に移っていただいてまた解説の方にね戻ってきていただければと思いますはい、えー、それではあのー、前半の方ですね以上とさせていただきます。どうもお疲れ様でした